こんにちは。ナミさん、お疲れ様です。そして、このヒ姫大学の動画をご覧の皆様、えー、ライフプロデュースアカデミーのね、えー、セールスが来ておりますんで、えー、ぜひね、そちらの方をご覧いただきたいと思います。私が魅力に感じるのはね、あの写真がお金になるっていうところですかね、えーまあ。コンテンツの販売ができるようになったりとか、YouTube で動画をね、たくさん出していったりとか、えー、それからですねあの、電子書籍が出せるようになると。 この辺は私も今やってるところなんですけども、そのね、新しいビジネスとして、自分の撮った写真がお金になるっていうのは、これはね、あの、かなり魅力的だと思います。まあなんせすね、写真とか動画っていうのは、まあ今、私たちのすごく身近になりまして、特に写真っていうのは、スマホで高性能の写真が撮れるようになりましたんでね、言ってみれば誰でもできるわけなんですよ。誰でもできるけども、誰もがやってるわけではない。まあこれが身近な、 参入障壁なんじゃないかなと思いますつまりね何のハードルもないんだけどもなぜかやらない人いや自分なんか撮ってもみたいなね自分で自分の行動稼ぎの行動を止めてしまっている方が多いその隙にやっちゃえってことなんですよねその中でも差別化を図るためにずっとですね自分の写真が市場で価値を埋めるようなそういう風な写真のね画像の 考え方っていうのをライフプロデュースアカデミーで学べるんではなかろうかと思いますね、まあ、つまりねずっとこの写真によって稼いでるナミさんだからこそお伝えできることがあるというその秘策にかなり私は興味を持ちますけどねはいそれではライフプロデュースアカデミーの方の申し込みがもうもうすぐですかねありますんでこちらの方の発表もお待ちしておきましょうまあナミさんもね冒頭に入ってください 入ってくださいって言ってますけども、これはですね、入るか入らないかで言うと、入った方が絶対得ですからね。これからの人生続くわけじゃないですか。その中で、稼ぐスキルがあるのと、稼ぐスキルがないのと、どうですかね。ここで一つ引き出し増やしてみませんか。という私からのおすすめでもございました。それでは、なみさん、写真、またね、見ていきたいと思いますんで、こんな写真が撮れるようになりますよみたいなのがありましたら、お知らせください。 ちなみに最近は私は AI アートの方がね、結構順調で、まあ売り上げも作り出したんでね、本格的にやって3ヶ月ぐらいなんですけども、今まで1万枚ぐらいの AI アートを作り出しまして、その1万枚のうちのいくつかがお金に変わってるってところをね、今実感しているところでございます。こちらの AI アートをお金にする、まあそのためのルートとして、まだ私もまとまりきってないところがありますけども、まあけどね、写真がお金になる。 まあそういったものは現実私たちずっとねカメラマンさんっていうのがあったりとか画廊とかいいので体験するわけですよね写真集っていうのもありますし写真展とかね個展とかあるじゃないですかそう考えると写真がお金になるっていう道もあれば絵画がお金になるっていうところも十分熟知してるけどもどっかで自分には関係ない世界と思ってますよねいやこれはね関係できるんですよ自分が写真を撮って売ること 自分がアートを作って売ることなんですよしかも今 AI アート私この3ヶ月で1万点作ってるわけですよこれは私がこうやって書いていたらできないんですよねつまりクリックポンでやってるってことなんですよまさにワンクリックが100万円っていうね昔のキャッチコピーではありませんけどもワンクリックが何千円何万円っていう世界ですねうん莫大稼げるわけではありませんけども大きなチャンスが眠っていると思いますえそれでは 本日もありがとうございました。